マクリントックはアメリカの西部劇映画。かつての放題は大西部の男。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ジャジャウマならしを元にしたコメディ映画でもある。西部の王子主、マクリントックの家に2年前に離婚した元妻キャサリンが戻ってくる。価値気なキャサリンは夫だけでなく、彼が雇い入れたばかりのルイーズとデブリンのウォレンボシといった周囲の人々まで思う。 振り回す。デブリン役のパトリック・ウェインは、ジョン・ウェインの息子である。アンドリュー・ v マクラグレンは、低予算の長編映画や、テレビ番組の監督の経験が豊富なことから、本作の監督に起用された。プロデュースは、ウェインの息子であるマイケルが務め、マイケルの弟であるパトリックもメインキャラクターの一人で、あるデブリンの役で登場した。撮影は、 アリゾナ州ツーソンにあるオールドツーソンスタジオとアリゾナ州パタゴニア南部のサンラファイル自然公園にあるサンラファイルランチハウス並びにノゲールズにて実施された。本作はジョン・ウェイン率いるバットジャックプロダクションがユナイテッドアーティストのために制作したものであり映画家兼はウェインの側にある。1994年に半権継承手続きの不備が判明し パブリックドメインとなるが、本作内の楽曲の楽譜の著作権は有効である。ありがとうございます。